iPhone X について知っておくべき問題点。こんにちは、ゆるふわチャンネルのピノリちゃんです。ついに iPhone X が予約を開始しましたね。 Apple にとって初めてのことがたくさん詰まったスマートフォンと言われており、 5.8 インチのディスプレイを採用し、ベゼルも非常に薄くなり、従来の液晶パネルとは異なる技術の有機 EL スクリーンを初めて採用しているそうです。そんな新しい iPhone X ですが、お値段は112,800円なり。もしあなたが 256GB のモデルで Apple Care Plus にも加入するとしたら、その額なんと152,600円です。今日はそんな高額 iPhone X を悩まず購入できる考え方をご紹介します。日割りを計算すれば案外安いかも。スマホは毎日使う必需品。日割りで計算したら実はそこまで高くないかもしれません。例えば 64GB の iPhone X を2年間使えば1日あたり155円なんです。でもこれだけだと高いのか安いのか分かりませんよね。なのでいろいろなものと比べてみました。とりあえず毎日飲む缶ビールよりは安い？仕事から帰って晩酌にお疲れ一杯なんてことありませんか？例えばアサヒスーパードライを1日1本飲むと1日あたりの費用は198円。1日1缶以上飲むならiPhone X より高くなります。禁煙したら iPhone X が買える。もしあなたが喫煙者で金額の安いハイライトを1日1箱吸うとします。すると1日あたり210円の支出。もし禁煙することができるなら iPhone X256GB にApple Care Plus を付けられちゃうんですよ。ディズニーの年パスは255円。みんな大好き夢の国ディズニーランド。もしあなたがそんな夢の国の年間パスを持つ住民なら、そのパス代の1日あたりは255円。意外と安くて驚きですが、これをやめて iPhone X を買う、そんな夢から覚めるって手もありますね。もちろんスタバに毎日通うよりは安い。通勤やお休みの日に一杯飲むスタバのラテ、これは1日あたり370円です。単純計算すると1年でなんと135,050円もかかるんですよ。15,000円のジェルネイル。ジェルネイルをしている女性は多いですよね。もし1回のジェルネイルが15,000円だとしたら、これって1日あたり約500円かかってます。ジム通いにかかるお金。もちろん健康はお金に換えられないけど、契約だけして通ってないなんて人も多いそう。今流行りの B モンスターで見てみると iPhone X よりずっと高いんです。野球観戦。もしあなたがベイスターズの活躍をシーズン席で見守るには1日あたり1370円。めっちゃ高いですよね。週刊誌や楽しむもの。ちなみにジャンプを毎週買うと
1日32円、 Netflix もジャンプとほぼ同じなので、こちらも iPhone X よりずっと安いですよね。 Amazon のプライム会員だと毎日11円払ってることになります。 iPhone8 と迷っている？ iPhone8 の 64GB だったら1日あたり約108円。この差をどう感じるかは人それぞれですね。いかがでしたか？こうやって日割りしてみると iPhone X は1日あたり155円。あなたは高いと思う？ぜひコメント欄で教えてください。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。